美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のタマモクロス3枠5番での出走、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってエルコンドルパサー、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、13番快調に飛ばしていきます。先頭は13番単身で飛ばしていきます。続いて6番、13番、6番、2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは13番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番。早くも激しい競り合い、2馬身離れてエアグルーヴ、1馬身差4番、差がなくエルコンドルパサー、それを見るように7番、少し後ろから10番、その外並んで11番、さらに内からスペシャルウィーク、外にはタマモクロス、内を回って2番、それを見るように8番、すぐに続いて15番、差がなく14番、向こう正面に入って先頭は6番。順位を振り返っていきます。現在1番手は6番、続きました13番、3番手にエルコンドルパサー、エアグルーヴ4番手、その外並んで7番、そしてそのうち4番、1馬身差11番、10番、並びかけてきた4馬身差、スペシャルウィーク、外からタマモクロス、1馬身離れて2番、外から15番、1馬身離れて14番、そしてそのうちからいたのは8番、少し後ろから16番、残り 1000m を通過、その後から12番、後方2番手に1番、最後方18番、意気揚々と先頭行きます。エルコンドルパサー、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、大手焼きを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。ここで一気に後続が差を詰めてきた。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー、先陣を切ったのはエルコンドルパサー、外からタマモクロス、驚異的な末脚、栄光まで400、先頭は依然エルコンドルパサー。3番手争いは7番、並んでくるタマモクロス、速い速いタマモクロス、足色は衰えない。先頭はタマモクロス、変わらない。後ろを突き放してタマモクロス、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。主力を尽くした消耗戦、